はい、こんにちは。我が広島県ではですね、河井案里さんの公職選挙法が違反なんではないかなという疑惑が確信に高まっているところでございます。まあ、折しもですね、黒川検事総長の不正人事が国会で問題になっているときに、まあ、全国のね、検察が、まあ、ちょっとね、もう及び腰と言いますか、もう黒川さんの下でやっていくしかないみたいな流れになってるんじゃないかなと思うんですよ。まあなんかね、検察の独立性もあるんですけども、やっぱりね、官邸に忖度しない検察の底力をね、ちょっと見たかったんですけども、結局はまあお役所仕事なのかなとね、がっかりするところもあります。その中でですね、広島検察は、そういうところにね、組みせずに、きっちりと、こういったことに取り組んでくれるんですよね。安倍総理の肝入りの河井案里さん、河井克行さんに、前法務大臣ですけども、こちらの方にしっかりと切り込んでいただいてですね、その捜査の成果が一つ実を結んだということなのかなと思います。それが今回の記事に出てるんですよ。自分が甘かった。広島、秋太田町長が辞表提出ということですよね。これがね、河井前法務省から現金20万円ということで、どういうことかっていうと、どういう経緯かわかりませんけども、河井前法務大臣ね、河井法務大臣ですよ。今の森無法大臣の前の無法大臣です。この河井法務大臣が、このね、こともあろうに、広島県、もしくは近隣の市区町村の首長にですね、まあ、金をばらまいて、何がしかの妨害なり、援助なりをさせたんではないかなってことが、ここでしっかりと確信に変わるわけですよね。じゃあ記事の方に入っていきますけども、今写真で見られるのがこれがですね、秋太田町長さんですね。非常に誠実で、真面目な方だと思います。小坂慎二さんですよね。私は直接会ったことないんですけども、ある人を介して、まあ、秋太田町長のご挨拶を拝聴することができたんですよね。直接会ったことはないんですけどね、まあ、その辺は奥としてですね、この真面目で、本当に誠実なね、町長さんがなんとですね、河井克行さんから、当時の法務大臣からですね、現金を受け取って便宜を図ったということがね、はっきり分かったんですよ。で、ここにもうはっきりとね、書いてます。河井前法務省から受け取ったんだ、この20万円ってことね。もう言い逃れができない、証拠になってますよね。これでもう大手ですよ。チェックメイトですよ。河井前法務大臣も。それから、河井案里さんももしかしたら、そこに関わっているとしてですね、もうババーンと有罪になると私は思ってます。もう逮捕というかね、国会議員としての資格も剥奪。そしてもう一生ね、街を歩けないぐらい恥ずかしい思いをするんだと思います。まあ恥ずかしさが残ってればですけどね。で、今回、この私はね、秋太田町長に対しては、20万ポッチで何やってんだと思ってはいるんですけども、ただね、はっきりと、この河井法務大臣から受け取ったんだ。私はね、甘かったと言ってくださることで、やっぱりね、本当に、こう国を思う、郷土を思う心を思い出してくれたんだなと思いました。まあ確かにね、状況からして、法務大臣がなんか封筒をね、渡したのを、いや、いりませんっていう風な図もね、見えてるんですよ。でも、受け取らなければ受け取らないで、ひどい目に遭わされるんじゃないかなっていうところから、もうね、泣く泣く受け取った部分があって、かといってそのお金に手をつけれずに、今に至ったのかなと思うんですよ。でもね、やっぱり政治家たるものを、こういったものに対しても抵抗していかなくちゃいけないんですよね。それこそ自分の職を失っても不正には手を染めないっていうスタンスで一人一人が取り組んでいただければ、国民の暮らしはもっと豊かになるものだと思うんですよ。で、この秋太田町長もいつかは国民に戻るんですよね。そして家に帰れば、お父さんは政治家かもしれないけども、お父さんでなくてね、何ですか、お嫁さんとかね、娘さんとか息子さんとか家族とかっていうのは一般人ですよ。ね、お孫さんが学校に行ってね、恥ずかしい思いしてるってことを考えれば、不正に手を染めるよりも正義を貫き通して飛ばされるぐらいのことをね、やっぱり公僕たるものやっていただきたいなと思います。極端な話ね、命は惜しいけども、こういうふうにね、公務員になった以上はささやかな義務にね、徹していただきたいと思うんですよ。でもお金をね、まあ受け取ってこの20万が欲しかったわけじゃないと思うんですよ。こんな金額でね、逆に言うとですね、せこいですよね。河井法務大臣も。こんな20万くらいで買収しようと思って、本当に安く見るなって話なんですよ。それは簡単に値切られちゃいます。値切られちゃいますよ、こんな金額じゃ。で、ここに書いてます。一日でも早い全容解明を望むとし、克行氏に。
説明責任を果たすように求めたということで、もうね、これは河合克行氏、もうね、待ったなしですよ。もうチェックメイト。小坂市長によると、安里氏が党公認を得た直後の19年4月頃、自宅を訪れた克行氏から白い封筒を渡された。これ去年の今頃ですよね。広島選挙区では、自民が21年ぶりに2議席独占を狙い、現職候補がこちらの方はね、落選しちゃったんですよ。と、新人の安里氏を擁立。克行氏は、保守票を分ければ2名は通るなどと選挙に関わる話をしたと。要するに便宜を図れってことなんですよね。せこいですよね。だからね、こういうことしないと選挙に通らないのかって話なんですよ。それはもうね、金の力でやるってことはもう政策とかね、人間的魅力に欠けてるってことを自分で言ってるようなもんなんですよね。この方じゃないですよ。この方はもう最後踏みとどまってね、こんな20万ポッチで心を売るべきではなかった。本当に断りにくい授業だったかもしれないけども、断るべきだったっていうふうに考えて、この名指しでですね、一日も早い全容解明を望むと、説明責任を果たしたらどうだって言ってますよね。これだから、ひいて言えばですね、安倍総理の責任にも関わるわけですよ。こんなね、そんな名も知られてないね、広島県の安芸太田町みたいな小さな町ですよ、ここは。こんなところにまでね、手を回して、一体何がやりたいんだって話ですよ。この政治で勤めてきた、この人はね、確かね、3期勤めてるんですよね、大阪さん。3期勤めてきて、ずーっと真っ白でやってきたのに、こんなところでね、河合安里さんとかのね、負け添い食らって、辞任するわけですよ。ね、辞表出すわけですよ。どんなに屈辱で家族に顔向けできないことか、支援者の方に、もうね、これからどんな顔して会っていけばいいのか、この人も安芸太田町で暮らすわけですからね、近くの境にも行けないですよね。まあそんな形でね、私はね、今ね、この安芸太田町の小坂慎二さんですね、もう町長ではないですから、この方に深く同情して、同時にやっぱりね、政治家として生きている以上、町を背負っている以上、どんな巨大な権力にもね、屈するべきではないし、そしてどんな力の弱い者にも、やっぱりね、負担を強いるべきではないしと思うんですよね。まさに上に強くて下に弱い、そんなね、首長であることをこれから望んでいきたいと思います。まあ諦めずにネクストね、次の選挙にも出てほしいなと思います。大阪さん71歳でちょっとお疲れかもしれませんけども、こういう風なね、失敗を経てきたからこそ、もう無風状態になると思います。もう今後ね、小坂さんにこんなね、20万30万で買収しようみたいな、そんなチンケな人はもう来ないと思いますよ。ここまではっきりとした態度を取ったら、私はそういう風に思いますけども、皆さんいかがでしょうか。ね、秋太田町また行ってみたいなと思います。ありがとうございます。